皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日もですね、日本語でですね、海外の B2B の商品を、紹介していける日本のですね、キュレーションサイトをご紹介させていきまして、後半のニュースのセクションでですね、ロシア製の、コロナウイルスのワクチンというのが今ですね、一応物議を醸しておりまして、どういったことなのか、これについてですね、本日はご紹介をさせていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツを始めていきたいと思います。本日、皆さんが見ているのはですね、グロッチョアというサイトでございまして、これも先日からご紹介させていただいています、ラクニューだとか、バウンシー、発掘とか、といったような、サイトと同じようにですね、日本語でですね、様々な海外のですね、イノベーティブな商品を、紹介するサイトとなっております。はい、これね、CES 受賞とかですね、ありますけども、こういった感じで海外のイノベーティブな商品をこのように購入ができたりとかっていうことになってますね。はい、多分購入はその後この会社が注文して購入するんだと思うんですけども、こういった感じですね。これをね、もちろんこうやって検索をかけるとですね、この検索をかけるとこういう感じでビットヘルパー .com もすでにね、ウェブサイトもありますけども、これ多分どこかでキックスターターのページとかも出てくると思うんですけど、このサイトね、もうすでに、どこでもいろいろ売ってるんだと思うんですけど、こういう感じで商品が見つかるというわけですね。はい、なのでこのサイトを見ることによって、さまざまないろんな海外の商品を見ることができますので、もうすでにクラウドファンディングが終わってですね、米国とか、世界ではですね、一般販売されているものもありますので、そういった意味でですね、まだ日本に入ってきてないんであればですね、クラウドファンディングスタートで紹介していくっていうことも一つ、手としてはあります。これもですね、いろいろと、カテゴリーに合わせてこう分けてありますので、ぜひ、一つ、見てほしいなというふうに思います。これも下の方にリンクの方貼っておきますので、日本語ですので皆さんご自分で見れると思いますので、ぜひこちらの方も見ておいてください。じゃあですね、早速本日のニュースの方に行きたいますけども、ロシアのコロナウイルスワクチン is dangerous because it could kill acceptance of future vaccine if it goes wrong, German warns。はい、このロシアが開発したこのコロナウイルスっていうのはですね、危険であると。なぜなら将来他の国のワクチンを打った時にね、そのワクチンを殺してしまう可能性がある、つまり効かなくなってしまうとですね、と、ドイツ当局が、警告しているということですね。ロシアのニューコロナウイルスワクチン is dangerous because it has not been sufficiently tested, German health minister has warned。ロシアのプレゼン、ヴラディミール・プーティン、on Tuesday said Russia had approved vaccine while he insisted it was safe, despite the fact it has not yet completed full trial testing. James Spahn said Russia's move to approve the vaccine was dangerous because it could kill acceptance of the vaccine if it is proved unsafe.これ何が言っていくかというとですね、ロシアの開発したこのコロナウイルスっていうのはですね、ドイツの健康を管理する部署から言いますとですね、ちゃんと十分にテストをしないために危険であると。それから、ロシアのプーチン氏はですね、もう安全であると承認をしてワクチンのお人に投与することを許可しておりますけれども、実際にはですね、完全であるトライアルのテストっていうのを行っていないため危険であると言っているんですね。で、それから、要は何かというと、ロシア製のこのコロナウイルスのワクチンというのは、いち早くできたとは言ってますけれども、危険であるというふうに言っておりまして、警戒を各国が強めているというところですかね。ちゃんと確かに心配ですよね。自分の体に入れるものですから、どんな薬なのかっていうのはちゃんとテストしてもらわないと、非常に危険であると思いますので、その辺をね、しっかりとやっぱりテストした上で、ワクチンが広まってほしいなと思います。ただ、確実にね、ワクチンの開発が進んでおりますので、アメリカのこのファイザーとかね、いろんな有名な会社もやっておりますし、早くですね、来年の頭にでも投与してもらえれば、落ち着いていくということで、いいんですけども、もう少しね、時間がかかると思います。はい、
それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、こちらの方からぜひご登録ください。また日々稼ぐノウハウについてですね、メルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.